はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はひな祭り記念女の子キャラ確定ガチャを引いていきたいと思います。こちらは、立川と、メイカちゃんと新島ちゃんとレンちゃんの4キャラが復刻して、出現率アップとなっておりまして、10連の初回が、パワーストーン150個で、SR2 倍とで、2回目がパワーストーン200個で引けて、こちらも SR2 倍とで、3回目になると SR1 枚確定というような形になってますので、まあ、30連は引いていこうかなと思ってます。まあ、初回からね、割引がかなりあって、さらに SR の出現率が2倍で3回目で SR 確定っていうのは、かなりいいガチャだと思います。で、まあ、あの女の子しか、ね、出ないんで、まあ、持っているキャラにもよるんですけれども、まあ、女の子キャラとかあんまり持ってないよとか、彼女キャラあんま持ってないよっていう方は、引いていってもいいんじゃないでしょうか。で、今あともう一つですね、高投手ピックアップガチャがありまして、まあ、こちらはね、北斗がデビューになって神高とかも出るんですけれども、まあね、こっちはちょっと引けないかな。ね、北斗とね、神高はね、めっちゃくちゃ欲しいんですけど、まあ、こっちは SR 確定ではないので、まあ、どっちかって言ったらこっちのひな祭りの方を引いていきたいと思います。で、多分ね、これ3回目、まあ、多分っていうか、まあ、書いてないからそうなんだけど、3回目はあれですよね、 SR の出現率は2倍にはなってないですよね。まあ、その代わり SR 以上が1枚確定というような感じになってます。ではまたガチャの画面に行って、で、今回はチケットは別にもう全然ないんで、チケットは使いません。もうそのままガチャを引いていきます。じゃあまずは10連ガチャ1回目。だからね、せっかく出現率2倍になってるんで、1回目2回目でね、出てくれれば嬉しいんだけど、グググポン、はいはい、普通。まあ、ホムラちゃん、R でもいいかな。まあ、新島ちゃんも出てるし、新島ちゃんをね、やっぱりちょっと上げていきたいんですよね。立川とかさ、PR とかで出てるけどさ、SR 持ってないからね。まあ、初回はこんな感じですね。では、2回目を引いていきましょう。ガチャ。お願いします。グググッポーン、起きたー。いいですね。2枚抜きとかね、やってみたいよね。2枚抜き、まあでも確かあったかな。忘れちゃった。おお、葵ちゃん、葵ちゃん来た。変化球キャラようやくだ。今までずっとね、巫女葵だったからね。葵ちゃんは嬉しいですね、かなり。よしよしよし。では3回目の SR 確定をいきましょう。そうするとミコ葵とか、なんかミキサーした方がいいかな。お、虹玉、あ、そっかそっか、これは確定だからいいのか。うん、まあ安定の1枚と。あ、せっちゃんだ。これせっちゃんプラゴになるんじゃないか。もうせっちゃんばっか、あ、せっちゃんの PR 出た。これ多分プラゴになるな。もうせっちゃん大好きっすからね、俺。マジで。じゃあちょっとまたガチャだけだと、もう本当に短いんで、チケット使ってないんで、ちょっとボックスの方を整理して、ちょっとせっちゃんを確認していきましょう。はい、じゃあちょっとボックスの方を整理して、まずは葵ちゃんですね。葵ちゃんは、ここに SR があるのと、ここに PR のプラゴがあるんで、まずはこの通常の葵ちゃんを PR で、条件解放しましょうと。うん、1レベルか。まあいいや。で、一応ね、ここに巫女を使い道がよく分かんなくて、PR がね、2枚残ってるんですよね。と、ここに SR の、巫女葵ちゃんがいるんですけど、これってさ、もうミキサーかけちゃっていいかな。
で同じ感じで、ひじりちゃん、ひじりちゃんも通常のひじりちゃんがいるんで、ミクひじりちゃんもミキサーになんかかけてもいいような気はするんですけど、で、同じ理由で、そうすると嵐丸っすよ、嵐丸も俺1枚普通の SR 持ってるんですけど、暗黒嵐丸がいるじゃないですか。暗黒嵐丸というかアンドロメダ嵐丸、あれがプラゴになったんで、別に嵐丸使う時ってアンドロメダ嵐丸さえいれば普通の嵐丸いらないっすよね。だ普通の嵐丸もミキサー要因でいいかなとちょっと思ってます。で、あと SR で被ったキャラっすね。で有能キャラクターは、まあ、そのままどんどん SR と SR を重ねて上限解放していくんですけど、まあ、例えば中之島くんですよね。中之島くんは、基本的にもう使わないと思うんで、このプラ2になってるのは PR から、解放してプラスを上げてます。だから被った1枚についてはこれもミキサー要因として突っ込ん でそうするとまた同じ理由で鈴本っすよね。鈴本もこれ PR で解放していけばいいかなと思ってるんで、まあ、1枚をミキサー要因に突っ込んじゃおうか悩んでるんですけど、ただ鈴本はね、悪くはないキャラなんですよ。で神高とコンボがあるんで、神高使うときに、まあ、鈴本入れてもいいかなとちょっと思ってるんで、鈴本は、悩んでます。でそうすると、あと余ってるのがね、水鳥。水鳥は多分これ1枚残しておいて、1枚ミキサー剣でいいと思うんですよ。かわいそうだけどさ、こういうので、まあそうやってやっていくと多分ね1回くらいはねミキサーができると思うんですよね。まあ、ちょっと今回はミキサーはやらないんですけど、まあ、次回またガチャを引くことがあったらちょっとミキサーにも手を出してみようかなと思ってます。で、せっちゃんっすね。もう本当に俺の嫁っすよ、せっちゃんは。で SR のプラス3があって、ここに、SR が1枚あって、PR のプラゴが1枚あるんで、これ1枚やって、プラゴに解放してくれれば万々歳ですね。でそうすると、まあ、PSR があるんですけど、 PSR って結局、テーブルを見てみるとやっぱりね、45までいかないと、普通のね40までだとやっぱり45の方が強いんで、プラゴの方が、まあ、ちょっと PSR のせっちゃんを使っていくのは当分後になるかな。で、まずこのプラ3のせっちゃんを、PR プラゴを1枚突っ込みますと、これで2レベル解放してくれればめっちゃ嬉しいんだけど、どうかな。頼むせっちゃん、愛しのせっちゃん。まあしょうがない。じゃあここは、SR、そうですね、まあ、PR からまたこの SR をプラス5にするっていうのは相当な労力が必要になると思うんで、もうこのまま突っ込んじゃいましょう。これで、おー、いいねー、せっちゃんプラ5で、あとはちょっとね、ゲドウくん足りないといえば足りないんだけど、45まで上げましょう。まあ、45まで上げるとね、イベントボーナスが 70% になるんで、20% アップか。また経験点がかなり増えるんで。で、一応レベリングが終わったら、確か今、サイガーだったかな、フレンドのあれにしてるの。まあ、せっちゃんに変えるかもしれないです。で、一応今のところ自分は、プラゴになってるのが、サイガーと、アンドロメダ、アラシマルと、せっちゃんの3枚になってるんで、まあ一応ここら辺、まあカオルちゃんとかも、まあ40だから、もしかしたら需要があるかもしれないんですけれども、まあここら辺で回していこうかなと思ってます。で、あんまりその、そういや、サクスペって、そのフレンド登録がどうのこうのって、まあ言ったことはないんですけど、まあ多分、なんかミカミックスとかよくわかんないですけど、なんかそんな感じで、ミカミックス999だったかなとかでなんか検索すれば、出てくると思うんで、まああのフレンドになりたい方もしいらっしゃったら、今全然ね、フレンド枠空いてるんで、てか俺自分からあのフレンドになるっていうのあんまりしてないんで、全然まだ半分くらいしか埋まってないですね、フレンド枠。まあ、もし申請してくだされば、承認しますんで。で、一応、まあ、申請しましたっていうものがないと、基本、わかんないんで、その YouTube 経由なのか、まあ、単純にたまたまポーって友達登録をしてきたのかっていうのがわかんないんで、一応コメントで、お知らせはお願いします。
で今のところ全然フレンド枠は空いてんで、まあちょっと言い方悪いですけれども、全然しょぼい人でもフレンドにはなりますんで、矢部くんとかでも全然大丈夫です、ね、やっぱりね最初はなかなかねフレンドになってくれる人がいないと思うので、まあぜひね初心者で始めたばっかりの方でも全然ウェルカムなんで、まあぜひ友達申請していただければと思います。でまあね、その誰にしてくださいってなるとやっぱりねみんな要望が違うと思うんで、まあ1週間単位くらいで回していこうかなこの3人をと思ってます。じゃあちょっとせっちゃんのレベリングを頑張りますんで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。